おきに旅する若葉の日常です。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日もまた旅始まっております。はい、今日はどこに今向かってます？今日はね、はい、常磐道を乗って茨城の方面に走ってます。はい、で今日めっちゃ風強いな。北風がすごいよな。昨日は雪が降ったんですよ。うん、で、あの雪かきと違って、あのうちのデッキの応仁群に詰まった雪を落としてたら、全身筋肉痛。もうこれなんかこうやって上向いて雪落としてたから、喉仏まで筋肉痛で、でその翌日今日は晴天なんやけど、こんな感じでもうね。風がすごいな。風がすごい。ああ、車本当しっかりハンドル握って、うん、運転しないとハンドル振られるからちょっと怖いね。すごいな、うん、もう今日めっちゃ揺れてるもん。そんな感じでもうちょっと心底冷えてる一日なんで、今日はね美味しい温まる鍋を食べに行くよね。そうやな。うん、でちょっと美味しい、また新鮮な海鮮なんかもちょっと一緒に食べれたらいいなっていう感じで、お腹を満たしに向かってます。はい、な安全運転で、まあ、ゆっくりね行きながら、ハンドリング操作気をつけながら走ってください。はい、最後まで見ていただけたら嬉しいです。旅する若葉の日常、レッツゴー、行きます。はい、若葉もね、レッツゴー、行きます。左です。やっぱり欲しいも直売所やって、あ、寄っていこうか。これがそうか。今ね、今日のお宿に着く前に星芋神社っていう神社に来ました。じゃーん、それがねこんな感じでございます。なこれね、星芋、お芋さんね、なんとね、ここね星芋に名前にちなんで、欲しいものが、願いが叶うっていう神社らしいよ。おそう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 。だからちょっとね、欲しいものいっぱいあるんやけど、どれか一つに絞って、ちょっと手合わせに行きたいと思います。いいなぁ。また歩いてみようか。こういう感じなんかな、ヤンキーは。私は元レディース。え、もっと、なっちゃうやろ。どっちから行くんだろう、これ。どっちからでもいいんじゃない？こっちからか。欲しいものが叶うんやで。欲しいもの、何が欲しい？愛が欲しい。いや、それ。愛溢れてるやろ？何を祈りした？健康。あ、一緒。健康っていうか。元気一番。健康一番。うん、元気一番。に過ごせ。家族みんなが元気、元気一番で過ごせますように。それしかないな。いいロケーション。金の鳥居。鳥居の向こう。海。めっちゃいっぱいいろんな有名人の人来てるんや、ここ。お天気キャスターさんもね、ついこの間数日前に来はったんですって。わ、ほんまや。ブラサタデーとか、わ。あ、結構。ここみんな有名なんや。ほら、星芋とかけて星芋神社だそうですよ。御利益があります。イエイ。はい、今日はね今から鍋持って、鍋の中は空っぽなんですけど、何やったっけな、あんこう鍋を予約しているから、磯料理屋さん兼旅館の後藤さんっていうところで、今からこれを持って行ってきます。ちょっと待っててな、すぐ帰ってくるしな、すぐ帰ってくるしな、ちょっと待っててな。テイクアウトのお刺身とか、あとはあんこう鍋とカキフライを注文してるから、それをまず鍋を空っぽにした状態で持って行ってきます。あ、こんにちは。電話した。はい、お預かりします。はい、じゃあこれ鍋。はい。
な感じ。1人前とお酒で1人前に、はい、単品のカキフライです。カキフライ、はいはい。何時の受け取りにしますか？5時頃5時で大丈夫ですか？はい、わかりました。はい、はい、奥のテーブル席どうぞ。そう、このね、すぐ後ろに前、去年泊まった RV パークがあるんです。後ろに見えてるあそこののぞみって書いてるでしょ、あそこに去年 RV パークのぞみで泊まって、でお風呂はあの向こうの建物で日帰り温泉入ったんです。でこの前が去年も若葉とお散歩した海岸になってます。すごいしぶき、いいんじゃないな。人結構いるやん、車。ホテルの駐車場で車中泊させてもらいます。ここにね、RV パーク専用の駐車場が4台、4、5台あるらしいんです。もう予約済みです。だから今からね、チェックインしに行ってきます。ここのホテル見て、向こう。オーシャンビューになってる。うまいな。すごい、やば。すごいね。うわぁ、ロケーションすごい。ここにね、あの日帰り温泉もねあるんですよ。だからね、ここで今日の夜は温泉もお借りしたいと思っています。使わないけどね、すごいロケーション、やば。ここの何階かな、何階かに日帰り温泉あるんですけど、そこの露天風呂からもこの眺めが見えるそうなんですよ。インフレなんですけど、4時から24時まで入れて、朝は5時から9時まで入れるんやって。うん、海岸を入れるんですね。はい、ここね、今電源サイトを予約してたんやけど、2500円よかったよね。はい、2500円の中にお風呂も入ってるってあったよね。入り放題。入り放題。めっちゃお得やん。すごい。日帰り温泉だけ入る人は700円で、そう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 、一人な。宿泊される人は、うん、もう、はい、セットで入ってんの。そうか、込みってことなのか。うん、ここめちゃお得かも。今日は今から3時のおやつ。もうチェックインしたから、コーヒー飲んで、夕方のね、5時まで、あんこう鍋を取りに行くまで、まったりと、車内でおやつタイムにしたいと思います。こんなんあってんな、今まで。みんな見たことあります？あるやろ。リッツ、チョコサンド、チョコサンド知ってる？俺知らんけど。知らろ？俺知らんやろ？俺は知らん。いや、私も初めて見た、こんなん。チョコレートが挟んだリッツサンド。絶対これ、やばいな。美味しいよね。いや、ほら、あれって、みんな知ってるよ。え、知ってます？こんなんあったん。知らんやん。いや、だって今までいつも持ってるけど、こんなん見たん？見たこと？俺はリッツのサンドなんか食べることないの。あるやん、よう言うわ。よう言うわ。こういうまったりとした時間もいいよね。うん、急いであっちこっちあっちこっち観光行くんじゃなくて。だから本来この車を買うと目的っていうのは、うん、その行き当たりばったりで、うんうん、ひょこひょこっと車を止めれて、うん、でこういうことが、まあ、まったりできるっていうことが目的で、別にキャンプするための目的で買ったわけじゃないから。うん、あ、そうや、そうや。まあだらだらと週末を楽しむ。うん、今いい景色を見てリラックスできたらいいかなっていう。今日もコーヒー入れてくれてます。これぐらい当たり前ね。シェアはな、目の前にポットがあるシェアはな。どれが
今までできてなかったんですよ。なことないよ。大きな声で言えないけれど。この人なんでも自分からやろうとしてやるから、俺がやる番がなくなる。よう言う、よう言う、よう言う。どの口が言うた。全部言われてしまうから、全部だから。美味しいとこ持って帰れ。今美味しいとこ。ほんそうや、みんなそう。き、買った。干し芋神社の干し芋食べてみようか。きっと美味しいと思うわ。でもあんまり食べたらな。若葉にとってやったら。あとで美味しいのが食べれへんやるから。欲しい？欲しいよな。よだれ出すんだよ。今日は欲しいのに入って、苦いやかんがうから欲しい？別に添加物入ってるわけじゃないでしょ。はい。これ丸飲みしちゃダメだよ。もっと大きいやつあげないと。あ、じゃあちょっと見せ。マジ？うん。噛めるぐらいあげないと。うん。うん。食べちゃった？うん。美味しい。晩散歩行くんやけど、やばいこの景色。すごい。いや何？じゃーん。ほら目の前海。いやすごいやん。あ、すごい。ここ永遠にずっと階段なんや。いやすごい見てやから。今この階段ちょっと降りて。行くのはちょっとしんどいんで、上歩きます。風が、やばい。風が、寒い。どうだい。ズン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 。見えます。夜になったらこれ電気つくんやで。ね。ほら。よかったらアルビシャサービスで。朝お刺身前すごい量、すごい量。お刺身をおろしたやつなので、それの頭かぶと似たの。ほんまにいいんですか。ありがとうございます。これも大きいな。これかきぐらい、かきぐらいです。コロッケみたい。でっか。マジで。わー、ごちそうさまです。あー、すいませんね。はい、お願いします。気をつけて。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。じゃあ美味しくいただきます。めっちゃ豪華じゃん。豪華な。豪華すぎるぐらい。1人前頼んだのに。こんなかきフライ。やばな。あんこ鍋。おい。いやー、めっちゃいい匂いしてる。あ、入れ。もう腹いってた。で、ほら。これかきフライ。が、朝まで生きてた頭。うん、これはね、サービスしていただきました、うん、なんだけど、これ一人前で注文したんやけど、見てこれ一つ、この大きさ。これカキフライじゃなくて、これひょっとしたらコロッケじゃないのか。ミンチか、これ一人前やで。これちょっと異常やえ、これいや、このあんこ鍋僕やな。いただきます。あ、おいしい、うん、お出汁もおいしいな。うん、おいしい。量多すぎひん。うん、おいしい。で、この大きさ、大きい。うん、あ、おいまず刺身やろ。刺身も入れ物ある。めっちゃ大きい。ここ。分厚い。すごい肉厚い。めっちゃ分厚い。めっちゃ新鮮。うん、あ、お前、俺がこうとしてやつ取ってんじゃねえよ。なんか見た目さ、もっと濃いんかと思うけど、そんな濃ないな味。ほんまに美味しいしか出てこへん。ほんまに美味しい。大きな。大きな。めっちゃ大きなこれ。普通甘エビってもっと細いし。なあ、
え、これ普通にエビフライのエビやな。うん。もらえるほど甘い。あ、そうやな、甘エビやからな。エビね、大好きなんです。うーん。どうだれ。甘い。もう甘い、美味しいしか出てこへん。なんか昔目に玉食べたら賢くなるとか言うやん。ああ。グロ。グロ。それはちょっとやめた方がいいんじゃん。それやめた方がいいと思うわ。それやめた方がいいと思う。やめた方がいいと思う、それ。それやめた方がいいと思うで。うわぁ、妖怪出た。出たー、妖怪目玉食い。中につるんとしてる。うむ。ゲロ。もうお腹、お腹痛い、食べ過ぎて。今からちょっと。お風呂行ってくるから、すぐ帰ってくるし、ちょっと待っててな。寝て待ってて、パータン。急いで帰ってくる。あ、急いで帰ってくるしね。何やな、さっきのとこやから。いや。だからちょっと、日帰り温泉、風呂、入ってきます。トイレは24時間なんやけど、ここの正面は24時まで、0時までやんな。空いてんのが。うん。で、0時以降は、ここからトイレは24時を超えるとあそこから朝の6時かなまでは入るそうです。あった。ちょうどよかった、うん。ありがとうございました。波の音だけ聞こえた。で向こうの方にあの船の明かりがちょっと何層か光ってたな。肩まで使っててもずっと使ってられる帯やったな。あ、気持ちよかった。ただいま若葉。ただいま。カバちゃん、さあ、じゃあ乾杯か、これから復帰しますか。気持ちよかったです。なんせ風呂入り放題っていうのはいいやな。2500円ですぐそこな。2500円でだから全部がついてるんやもん、うん。じゃあ皆さん乾杯、いただきまーす。はい、お疲れ。今日もね、お布団を今散歩行ってる間に引いてくれてたんです。当たり前でしょ。その当たり前が今までずっと私は何の天気が訪れたんか知りませんけど。それはね、外で散歩行ってるんやったら、中で何かしとかんと、今日は特別にもうちょっとあげようかな。今日特別やでな。お泊まりした日は特別やからね。分かった。あ、ちょっと待って、ゆうなれさんが、あー、こっち入れたろ。いやー、ありがとう、びっくりした。今お風呂から帰ってきたらお布団セットしなと思ったら、いやー、すごい。また今朝風呂行って戻ってきたらお風呂、あのお布団見て、ほら、綺麗に直してくれた。ちょうど5時55分やったから日の出出る、ちょっと多分こうやるなと思ったからな、20分ぐらい、5時半ぐらい行ってんな。ほんでのんびり浸かりながら、人、空のグラデーションがこう変わっていくのをバーって見てな。最高のサンライズでした。あー、よかった、綺麗や、素晴らしかった。はい、おはようございます。おはようございます。はい、身がなんか覗けるなんか神社らしいんで、ちょっと行ってみたいと思います。うん、そう。もうすぐここから400メートルぐらいなんよね。うん、もう1分、うん、2分で行ける。うん。なんで、まあ一応駐車場があるから、うん、ここを後にして、ちょっと行きましょうか、朝一でね。行こう。はい。はい、じゃあ行きまーす。隣にあったな。そうね、昨日も2回ぐらい通過してる。そう、ここめっちゃ人多かったからな、何の神社やろな、言うて言っててんな。だから、そう、ここ。坂倉井、うん、坂倉井神社、ここ来ようと思ってたら、さっき泊まったホテルの隣やった、ね、なあ、そう、ここに来たかったんですよ。こういう感じで見れるって、うん、そう、見て、ほら、ちょっと感動。
ほら。うわ。鳥居から海がね、見渡せるんですよ。なんで来たかったんです。すごい。冷たい、風が。あ、あそこ、太陽出てんじゃん。樹齢300年の楓の木と何の木やったかな。でこっちは朝日を受けてフリ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 テンション上がったテンション上がってる叫ぶ。幸福の亀の石像、みんなが幸福になりますように。もう初めてやな、見るの。鳥居の中から見る、見て初めてやな、ね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でしたとかしら。はい、じゃあ今日も最後までご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はこの素晴らしい景色をバックに最後にしたいと思います。なんかもう寒すぎて口もろれつ回らない、ね、今日はこんなちょっと最後のいい感じで終われました。ありがとうございました、うん、それではさよならさよならはい、じゃあまた次回お会いしましょう。寒っ、もう凍える。鼻がもう鼻水出るし寒い。あ、でもかじかむし寒い。あ、めっちゃ寒い。あ、寒い。もう手かじかりん、かじか、しゃべれへんかい。口も手もかじかんで、あ、寒い。あったまりたい。あったかいコーヒー飲んで。ああ。ああ。ああ、見るかなんか。ああ、寒い。What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreaming.